こんにちは、元バンディット400Vです。今回は開封動画をお届けします。購入したのは、コーヒー飲料です。以前開封動画でドリップコーヒー、100杯分買いましたっていう動画を確か見たと思うんですけども、そのコーヒー全部今日飲み終わりました。で、購入したのはもうかなり前なんですけども、明日からはこの新しいスティック型のコーヒーですね。暖かくなったんで、カフェラテをアマゾンで買いました。あと入ってるのは、今日はシャンプー、海の潤いそうっていうリンスインシャンプー、これをずっと安いからずっと使ってます。で、容量の大きいやつですね、 1.4 リッターかな、ちょっと値段忘れましたけども大きめのやつを買いました。なかなか売ってないですね、この 1.4 リッターの海の潤い層は。こういう類のやつは結構ヨドバシで買うんですけども、ヨドバシでもこれ扱ってないですね。はい。で、これが、カフェラテ120本入りで、確か、2000円弱だったと思います。コーヒーはブラック派なんですけども、カフェラテも飲みますし、アイスコーヒーも飲むんですけども、まあそういうのは、甘くても飲めますと。どっから開けるんだと。こっちが上か。オープンって書いてるな。なかなか、この120本入りっていうのは、売ってないですよね、スーパーとかで。これは どういう風に売ってるんだろう。この中にまた箱が入ってるの。あ、違うわ。120本こう入ってるのね。はいはいはい、なるほど。なんかこんだけ量多く入ってるの見るとちょっとテンション上がりますから。はい、今回はコーヒースティックコーヒーラカフェラテ120本入りの開封動画でした。以上です。